皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。私はですね、新潟県新潟市っていうところに住んでいて、で今新潟駅がリニューアル工事をしているんですね。3ヶ月に1回、どこが変わっているのかっていう動画を作っているんですけれども、今回はその前回の動画と見比べて、ここが結構変わってるなっていう感じでご紹介したいと思います。ちょっと行ってきます。こちらが新潟駅南口になります。来年の5月をめどに駅直下型のバスターミナルに変身するようですね。楽しみですね。それでは駅直下型のターミナル、どれぐらい工事が進んでいるのか見に行こうかなと思ったんですけれども、今日は柵があって中を見ることができませんでしたね。前回は柵がなくて普通に見れたんですよ。3ヶ月前、前回はこんな感じです。どこの店舗も9月の25日に一斉に閉店してるようですね。これ新潟駅がリニューアルしてるってわからない人が見たらびっくりしますよね。次は新潟駅前の工事がどれぐらい進んでるのか見てみます。久しぶりに見た感じ、そんなに変わってないように見えるんですけれども、3ヶ月前の写真と比べてみます。正直そこまで工事が進んでるなっていう感じはしないですよね。見えないところの工事が進んでるのかもしれませんね。なんかこっちの方が、工事が進んでるなっていう感じはしましたね。こちらは駅直下型のバスターミナルの方になるんですけれども、以前の写真がこちらです。まずはバスターミナルの方から完成させる予定なんですかね。反対側もどれぐらい工事が進んでいるのか見に行ってきます。ここも前回よりは結構工事が進んでいますね。こちらが3ヶ月前の画像になります。11月25日現在の工事状況になります。前回よりもそんなに変わってないような気がするんですけれども、見比べてみましょう。こちらが3ヶ月前の画像になります。こうやって見ると、進んでるのかなっていう気がしますよね。これからもニンニクハンターチャンネルでは新潟駅の動画を定期的に撮影していきます。今回のように前回と比べられるような動画を作っていきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。せっかく新潟駅に来たので、今日はスイーツのお店を一つご紹介させていただきます。新潟駅前のバスターミナルの目の前にあるこちら、チュロス専門店のベイです。米粉を使っていて、注文してから揚げるので、めっちゃね、もちもちしてて美味しいんですよ。メニューはこんな感じになります。いつもはシナモンシュガーを食べるんですけれども、今日はアーモンドチョコレートにしてみました。さあ、こちらですね。こちら買ってきました。これね、美味しいのよ。いただきます。最後までご視聴ありがとうございました。これからも地元のいいところをどんどん紹介できるような動画を作っていきますので、応援よろしくお願いします。